スティバルのオープニングイベントが合わせて開催されます。こんにちは、よろしくお願いいたします。晴れるでしょ、今から晴れますと。本当はもう八幡平といえば山ぶどうというくらい、もっともっとね、はい、皆さんに知っていただきたいし、もっともっとあの飲んだり食べたりしていただきたいと、そういう。さあ、それでは八幡平市観光キャンペーンレディーのお送りしてきましたけど、あそこでもここ自分でこういうね、中に入って、はい、踏んでからね、はい、あの足の裏は柔らかいから美味しいジュース食べて美味しいワインビーガンというふうに言われております。ちょっと体重ですね素直な2人ですね体験ということで、八幡平のキャンペーンレディの、はい、ここに3本ぐらいあるかな。あ、そうです。くずまきさんからも、八幡平市さん の, あのキャンなんかスタンプラリーで山ぶどうジュースが当たったんですけど、それを飲んだのが初めてでそれでちょっと興味が、はいはい、美味しかったのですごく。あまり食べる機会はないですね、そうですね、やっぱり食べやすいと思いますけど、こんなにいっぱいだともう食べれないっていう